新潟競馬場3レースはメイクデビュー新潟2歳新馬ダートの 1800m 戦2番のエンブレムボム競走から除外となって出走馬14頭に変わっています青空広がって強い日差しがコース前面を照らします新潟競馬場朝から気温も上がっていますスタンドから見て左手 4コーナー回り切ったところ置かれたゲートに各馬が収まって最後15番ナクク、ナックエクレールナッククエレールのゲートイン今その身をゲートに収めて係が離れまししたスタートしました。 マラついたスタートコーダッシュ14番ブループリマドンナスーッとコースを内に変えて飛び出していきましたその外へと切り替えて6番のピア・ケミストリーこれが2番手です一番審査を追って10番のテリオス・ボスが3番手から2番手へと接近13番ルクス・マーベリックその後インコースからは1番ルージュエリシアさらに4番赤吉のイレブンその後ろに5番のルタン・アリュールつけて外からは15番のナック・エクレール先団一塊りサイムチア7番のカフェア・ローロ1コーナー回っていきましたその後 12コ,コーナー中間点先手は14番ブループリマドンナとりました1馬身のリード6番のピア・ケミストリーや,や外目2番手その後と1馬身差10番テリオス・ボスジョッキー促しての3番手インコース1番ルージュエリシア4番手で向こう上面4番赤吉のイレブンその後に13番ルクス・マーベリック先団の一角外目の水槽 1000m 切りました2馬身がいて7番のカフェア・ローロその外からは5番のルタン・ガリュール並んで3馬身後方に9番の 君はスコール。あとまた3馬シンがいて15番のナックエクレール最内は3番のベスペロ残り800を切りました間には8番のブルズアイですそして後方2馬シンがいて11番の湘南炸裂おしまいからに投目12番のパレスパートナー最高方です前は3コーナーを回って600を切りました14番ブループリマドンナ先頭でリードを1馬シン半から2馬シンと広げにかかるインコースから1番ルージュエリシア2番手に上がります6番のピアケミストリー3番手に交代。変わって外からは13番ルクス ークスマベリック4番手から3番手400いって4コーナーから直線コースに入りました突き放した14番ブループリマドンナリード3馬身から4馬身1番ルージュエリシア外から追っているそして内に入って13番ルクスマーベリックこれが2番手に上がるか200を切りましたさあ先頭は独走14番ブループリマドンナ4馬身から5馬身リード13番ルクスマーベリック2番手その後離れた3番手9番キミワスコール上がってきた先頭14番ブループリマドンナゴールイン2着13番ルクスマーベリック追い上げて9